名古屋市西区に本社を置く豆菓子専門店豆福によりますと製造・販売する豆ダクさんや紅麹コウなどの13の商品に小林製薬が腎疾患などが出ているとして回収を行っているサプリメントと同じ紅麹原料が使われていたということです豆福はこれらの商品の自主回収を進めています今のところ健康被害の報告はないということです またこれらの商品は JR 名古屋高島屋と松坂屋名古屋店で販売されていて両社は購入した人に対し口にしないよう呼びかけるとともに心当たりのある人は問い合わせ窓口まで連絡してほしいとしています。